文系を軽視している傾向があるんじゃないかなというふうに。はい、どうもこんにちは、竹原です。次回から黒板を使って英文解釈の授業をしていきますが、今回は事前の準備として3点皆さんにお伝えしておきたいことがありますので、準備してください。まず1点目、英単語をね、いっぱい覚えてほしいんですけども、単に意味を覚えるだけではなくて、セットで品詞がついてきますよね。で、それをね、しっかり覚えている分だけ英文の構造がわかるようになりますから、単語の意味と品詞をセットで覚えてください。で、これはね、決して丸暗記することではなくて、それぞれの単語の意味と品詞っていうのはつながりがありますので、まあ、丸暗記するものは少ないと思います。例えばアポはこれリンゴなので、まあ、物を表しますから名詞ね。で、バイ、これは買うという動作ですから動詞。で、カインド、これは優しいという意味なので形容詞。で、ベリー、これとてもっていう意味でこれ副詞というふうに、まあこの意味と品詞が連動しますから、まあ基本これで覚えやすくなると思います。で、次二つ目ですね。その品詞を見て、これを文構造に使えるようにしないといけないので、これしっかり暗記してほしいことがあるんですが、まず品詞というのはね、8大品詞といって、実は8個ぐらい大きく分かれるんですが、私の英文解釈では4つの品詞に絞って、皆さんに読み進めていただきたいと思います。で、まず1点目が名詞ですね。で、この名詞というものがどんな文構造になるかというと、これ SOC という構造になります。 S は主語、これ大丈夫ですね。で、 O というのは目的語、簡単に言うと相手です。で、 C、 これ保護ですが、簡単に言うとイコールになるものというふうに3つの働きをします。ですから名詞を見たら SOC になる、逆に言うと SOC であれば名詞が取れるというふうに、これセットで押さえてください。で、次、動詞ですね。まあ、動詞は文構造で言うと V になります。で、V なんですが、これは細かく分けると自動詞、他動詞って2つに分かれていて、自動詞っていうのは漢字の通り自分でできること、まあ、寝る、歩く、走るとかですね。はい。で、それで他動詞の方は、これは他っていうのがありますから、まあ、相手絡みますので、これ目的語 O が必要になります。まあ、買うだったら何をだとか、食べるだったら何をみたいに、まあ、日本語の助詞で言うをに対応するものが多いですね。まあ、この目的語を対象と説明する人も多いです。ですが、まずはじめは何々をというものが目的語で、他動詞はそれを伴うと思ってください。で、次ですね、形容詞、こいつは少し複雑で、まずは C、 保護として単独で働くことができます。 He is kind みたいに、彼は優しいといったように、彼のイコールになる説明をすることができます。そしてもう一つは M という修飾語、これは名詞に修飾するというポイントがあって、 He is a young man のように、彼は若い男だと、これは若い男というふうに修飾関係、名詞にかかっていますよね。このように C として一つで使うことと、 M として名詞とセットになるっていう二つの違いがありますから、ここしっかりと押さえましょう。そして最後ですね、副詞、これも M という修飾語として働きます。この点では形容詞とね、一緒なんですけども、ただしこの副詞の M は名詞以外を修飾するというところが大きく違いますので、例えば very nice、 とても良いとかね、これはとてもっていう副詞が良いという形容詞にかかっているみたいに、まあ副詞のこの M は名詞以外にかかるという特性がありますので、ここしっかりと覚えてください。以上、名詞、動詞、形容詞、副詞の4つの品詞を焦点として、それがどの文構造になるかっていうセットがありますね。で、これは逆に言うと、どの文構造がどの品詞になるかというふうに逆の順番でも押さえる必要がありますから、まあこの品詞と文構造っていうのは常にもう相互の関係で働くものとして、完全に理解できるようにしておいてください。3点目です。その文構造をじゃあどういうふうに使うかというので、これバラバラに並べるわけにはいきませんから、実は英語では語順が決まっています。まあそれがよく聞く語文系になりますね。で、英語ではその主語から始めて動詞を中心として後ろに構造が自然と分かれるんですけども、これは動詞の意味によって勝手に変わるんですよ。例えば、俺は住んでいるってなったらどこにっていうふうに、これ M が来ます。で、彼はなったんだってってなったら、
何になったかっていうイコールになる保護が来ます。で、俺は昨日買ったんだっつったら何をって目的をが来るみたいに、まず主語から始めて、その動詞の意味に応じて、そのまあいわゆる動詞のね、力を助けとして、自然と後ろに構造が導かれると。で、これで自然とここに分かれます。ですから世の中にある文章というのは、まあ原則的にその語の形に対別することが可能というふうになっていますから、まあ大学受験の皆さんであったら、読んでいく文章が結果その語の文型のどれかに当てはまらなければならないということで、しっかりと取り進めていってほしいと思います。ここまでして初めて初見の文章をしっかり訳を出せるっていう手順が整っていくものなんですね。で、ここで一つ皆さんにお伝えしておきたいのは、文型を軽視している傾向があるんじゃないかなというふうに個人的に思っていて、学生が実際英文を見ているときにスラッシュを切っているだけだとか、まあ、文型をね S と V だけしか取らないというふうにやっている学生が多いんですけど、これでは不十分なんです。実際ね、文型を取るメリットを、まあ、一例紹介すると、これ実際学生が取っていた英文を見たんですが、ちょっと英文の例出しますね。 Teach the teachers how to answer the questionsTeach the teachers how to answer the questions. これどう訳しますか？命令文といって、動詞から始まる形なんで、主語はないんですけど、ちょっとそれは今置いときますね。じゃあ、teach は、これは教えるという動詞なので、V と打ちます。直後、the teachers。これは名詞なんで、動詞の後ろに来る O、目的語として取ります。そして、how to answer the question っていうのが、これも、名詞の塊として O と取ります。つまりこれは第四文型の形に当てはまり、VO1O2 という形で、先生に問題の解き方を教えなさい、という風な訳になります。で、これね、学生がどういう間違いをしていたかというと、訳を見ると、先生が問題の解き方を教えなさい、という、頭の中では教える人っていうのは先生だろうという想定で、取っている文構造と訳が連動していないという風になってたんですね。まあこれでは全く初見の文章を読んだ時に自分の初めて見る文章をうまく訳すことができないですし、まあ不完全な状態やったらスラッシュやってるのと別に変わんないんですよ。まあそれほど文構造を取ってちゃんと訳していくっていうのは訓練する必要がありますから、これ徹底していただかないといけません。単語だけ拾い読みしているっていうのがどういう弊害をきたすか、これ日本語の例出しますから、じゃあ今から日本語を言うのでその状況をね想定してみてください。メアリー、トム好きなんだ。メアリー、トム好きなんだ。これはどういった情景でしょうか？例えば、まあ、メアリー女の子で、トム男の子です。これ恋愛の矢印はどちらに向いていることになったでしょうか？僕が伝えた意図を考えてください。当然この言い方だったら、メアリーがトムのことを好きだっていうふうに思い浮かんだ人いますが、実は僕が伝えたかった意味はですね、メアリーのことをトムが好きなんだって。という意味ね。メアリーのことをトムが好きなんだって。だから皆さんが想定している、これ実は逆なんですよ。僕はあえて日本語で伝えた時に日本語で重要な文法の助詞を抜きました。ですからそれをもし意識していてちゃんと読んだならば、メアリーをトムが好きなんだっていう風に、トムがメアリーにこう恋愛の助詞を向けているっていうことが分かったんですね。実は英語では助詞はありません。その助詞の代わりに実は文の語順というものが決め手になっているので、その語順を意識し、日本語で言うと助詞に対応するものをちゃんと補っていかないと、これ今みたいなミスを起こします。とりわけ英文では難しい文章を見た時に読みにくいというよりも、簡単な文章を読んだ時に誤解しやすいというのが大きな傾向で後々起こるので、まあ文型に沿ってその通りきちんと訳を出すっていう練習をしておかないと、自分の先入観に苛まれることになってしまいます。これは注意してください。僕は実際受験の勉強をしている時に、あまり文構造は取ってはいたけども、前から取って、それを進めていくっていった丁寧なやり方をしていなかった、要は不完全な状態で勉強していたので、結局は単語だけをつまんで読んでしまうってことが起こったから、これ何回も返り読みしたりとか説問を見た時にどんな話か忘れてしまうだとか、そもそも本文読んでる時に矛盾するなども結構多かったんですよ。けどそれでは文構造を勉強してる意味がありませんから、元々のね、じゃあ読んでいく力とか読解力に依存するだけになってしまうので、これはすごい危険だと思いますね。その文型に当てはめて、その通り正確に訳を出して読んでいく。ということを続けていけば、
これはどれだけ長い文章になっていっても同じ作業が進められるから、文の長さもしくは難易度に関わらずしっかり読み進めるということができるようになりますから、ここまでの内容を既存の参考書の例文をね、何でも構いません。見てですね、構造を取り進めてしっかり訳を出すってことを、体感していただきたいと皆さんに思っています。はい、以上です。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。